後方の焼稲ベイブリッジを見渡すニューポートウォーターフロント。ニューポートはアメリカ合衆国オーレゴン州リンカーン軍に位置する都市である。2000年現在の国勢調査でこの都市は1990年の人口より13%近く成長し総人口9532人である。ニューポートはリンカーン軍の軍庁所在地である。 ここは、オレゴンコースとアクアリウム及び秋きなヘッドライトハウスも、位置する。1971から1972年、ニューポートハイスクールに、日本の俳優、長谷川初則が、高校時代ロータリークラブ交換学生として、在籍していた。ニューポートは、北緯44度38分16秒、成形124度3分17秒。 北緯44.63778度成形124.05472度44.63778-124.05472に位置している。アメリカが衆国統計局によると、この都市は総面積27平方キロメートルである。このうち23平方キロメートルが陸地で4平方キロメートルが水地域である。 総面積の14.94%が水地域となっている。2000年現在の国勢調査で、この都市は人口9532人4112世帯及び2495家族が暮らしている。人口密度は414.5平方キロメートルである。218.9平方キロメートルの平均的な密度に5000。この都市の人種的な構成は、 白人88.56%、先住民2.15%、アジア1.72%、アフリカン・アメリカン0.45%、太平洋諸島系0.21%、その他の人種3.86%、および本欠3.04%である。この人口の8.96%はヒスパニック、またはラテン系である。 この都市内の住民は22.3%が18歳未満の未成年、18歳以上24歳以下が8.1%、25歳以上44歳以下が25.7%、45歳以上64歳以下が26.7%、及び65歳以上が17.2%にわたっている。中央値年齢は41歳である。 女性100人ごとに対して男性は95.6人で、ある。18歳以上の女性100人ごとに対して男性は92.0人で、ある。この都市の世帯ごとの平均的な収入は3万1996ベードルであり、家族ごとの平均的な収入は3万6682ベードルである。男性は3万1416ベードルに対して、 女性は26,582ベイドルの平均的な収入がある。この年の一人あたりの収入は2 5 8 0ベイドルである。人口の14.4%及び家族の12.2%の収入は貧困線以下である。全人口のうち18歳未満の17.1%及び65歳以上の8.2%は貧困線以下の生活を送っている。 ありがとうございます。